こんにちは。茨城オンラインスタディ社会科です。この動画は第3章、世界の諸地域、6節、丸1、島々と海の世界の断言です。今日の課題です。オセアニアにはどのような自然環境や歴史の特色が見られるでしょうか。今日の確認項目です。オセアニア州の自然環境についての確認。オセアニア州の自然の地名や歴史について確認をします。次のスライドです。今日の学習ノートです。動画を止めて教科書を見ながら空欄を埋めましょう。できましたか？次のスライドです。オセアニアの地域について理解を深めましょう。動画を止めて教科書を見ながら空欄を埋めましょう。できましたか？解説です。まず、オセアニアの東西に位置する州についてです。オセアニアの東には南アメリカ州と北アメリカ州があります。オセアニアの西にはアジア州が広がっています。次にオセアニアの地域についてです。総人口は3700万人で、世界人口の 0.5% です。陸地のほとんどをオーストラリア大陸が占めています。オーストラリア大陸の大部分は乾燥帯が広がり、草原や砂漠が国土の3分の2を占めています。また、太平洋の島々は大部分が熱帯気候の地域が広がっています。次のスライドです。オセアニアの歴史について理解を深めましょう。動画を止めて教科書を見ながら空欄を埋めましょう。できましたか？解説です。17世紀以降、強い影響を及ぼしたのはヨーロッパ人です。宣教師の人たちがキリスト教を広めました。オーストラリアとニュージーランドは植民地として歴史があり、人口の多くがヨーロッパ系というのも特徴です。次のスライドです。オセアニアの太平洋の島々について理解を深めましょう。動画を止めて教科書を見ながら空欄を埋めましょう。できましたか？解説です。太平洋の島々についてです。火山の島は面積が大きく地形が複雑です。サンゴ礁の島は面積が小さく資源に乏しいです。太平洋の島々は仕事の機会が少ないので出稼ぎに行く人や移住する人も多いのが特徴です。まとめです。オセアニアは陸地のほとんどをオーストラリア大陸が占めています。オセアニアはヨーロッパ系の移民が多いです。サンゴ礁に囲まれた太平洋の島々は仕事の機会が少なく、出稼ぎや移住する人も多いのが特徴です。次のスライドです。今日の学習ノートです。動画を止めて教科書を見ながら復習をしてください。今日の授業は以上で終わりです。